今年2回目の、ロードコースポートランドは、今回も5位でした、これで、まあ、ポートランド去年から、まあ、3レースして、まあ、全てトップ5の5位なんで、まあ、もう一つも、でも上に行きたかったんですけど、まあ、良かったと思います。本当に、残りレースは3戦ですけども、ランキングトップ5も見えてきてますので、さらに、チーム一丸で準備して戦いたいと思います。応援よろしくお願いします。